あ、じゃあこれ、ペンネーム羽生さん、お、ありがとう、ありがとうございます。日暮らしの泣く頃にの編の中で一番好きな、編はどれですか。ちなみに私は目明かし編です。濃いな、ね、何編が好き。何編、やっぱりその自分が演じているレナを主として見ると、うん、罪滅ぼし編がやっぱり私はいい話だったなって思いますね。やっててなんかこういっぱい喋ったっていうのもあるんですけどやりがいがあった、やり終わった時に、あ、はあ、終わったっていう充実感になりました。なるほどね、うん、それを言ったら私も確かに目明かし編になるんだけど、うん、はい、目明かし編はアニメの目明かし編をやってる時に、うん、ちょうどあの PS のゲームの、はいはいはい、あの収録もあったから、はい、こう朝からアニメの目明かし編をやり、はい、午後からゲームの収録をやりで、もうずっと日暮らし三昧でなんかねでした。あので、話自体も悲劇でしょ。そうですね、爪吐いたりしますからね。そうそうそう、ずっと叫んでて、あ、もう声、ゲームの収録目の1回目の時ってもうあの朝から叫んでたから、はい、朝からさとこ投げ飛ばしてたところだったからそうだそうそうだ、はい、でそこで声が枯れちゃって、はいはい、だから途中であのドクターストップがかかって帰らされちゃったっていう記憶があるのね、うん、だからそういう意味でもこうなんか話の内容も辛かったし、うん、自分の体調的にも辛かったっていうので、うん、ある意味一番印象に残ってるお話ではあるんだけど、好きなって言うとまた違うからね。あー、なるほど、うん、じゃあ好きなのはどれですか。好きなのはね、うん、私はやっぱり鬼隠しかな。あー、もう本当に一番最初で、うん、やっぱり全然話がわからない状況で終わっちゃった、はいはいはい、で監督って誰だと思ってたし、なんで撲殺されないといけないんだろう、なんで刑事がこんなになっちゃったんだろうって謎のまま終わっちゃった。もう頭の中にすごいいっぱいクエスチョンがあって、うん、ですごい刑事がすごい喋って大変だなって一言だったっていう気楽な気持ちでいたのと、うんうん、やっぱり、うん、すごい一番最初のきっかけである、うんうん、鬼隠しが私は今のところ一番好きかな。なるほど、はあ、きっとそれぞれいろんな人に何々編が好きっていう人いると思うんですけど、うん、鬼隠し編っていう意見多そうですね。うん、なんとなくね、うん、そっか、ありがとうございました。ありがとうございます。